知の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部。今回は鹿追町にあるスイーツ松福です。いらっしゃいませ。いくら鹿追いだからってと思わず微笑んでしまうエゾシカモナカ。その愛らしい姿にほっこり。エゾシカモナカは鹿の座った形をしたモナカなんですね。モナカですから、モナカってのは甘いというイメージがあるので、それを払拭したくて甘さを抑えて何回もあれ研究して作ってみました。で、今の甘さになりました。竹べらっていうもの、小さいヘラありましてね、それに四方から入れないと首から何からあんこ入らないので、結構手間かかって入れてますね。僕はちょっとへそも曲がりなもんですから、どういうふうにしてよそと違う味にするか、いろいろやってね、で今の味に、よそと違う味を作ってるつもりなんですけど。レモンケーキっていうとね、大体あのパウンドケーキを型で焼いたのが大体一般的にはそうなんですよね。それじゃあれだと思って、そのフルーツケーキにしたんです、ね。町にちなんだお菓子は多いですが、中身や包装を一新し、得意の洋菓子も商品化。パッケージにこだわってるのは、中身見えないと気が済まないのでね、よそにないようなそのパッケージを作りました。皆さんに喜んでいただけるのはもちろんなんですけども、ちょっとやっぱりよそとは違う味作りをしていきたいなと思って、鹿追にお寄りの際はよろしければ当店松福にお寄りいただければありがたいと思います。地元愛から生まれる銘菓の数々、十勝の魅力を再発見するのも楽しそうです。